今年秋、岡山市中心部で開かれる現代アートの祭典、岡山芸術交流2022で芸術監督を務めるアーティストが、今日、大森市長を表敬訪問しました。岡山市役所を訪れたのは、アルゼンチン生まれでニューヨークなどを拠点に活動するリクリット・ティラバーニャさんです。今月22日まで岡山に滞在し、会場となる旧内山下小学校や岡山城などを視察します。大森市長は3回目の開催となる今回について、コロナ禍で海外からの客が減少する可能性を考え、これまで以上に地元や子どもから愛されるイベントとしたいと話しました。しっかり感染対策も。Title of the exhibition, Do We Dream Under the Same Sky? Or can we all dream together and think together to make it a better place? 岡山芸術交流2022は9月30日から11月27日まで開かれ、12カ国24組のアーティストが参加する予定です。